はい、おはようございます。今日はですね、久しぶりに、ライスクに来てるんですけれども、こんな感じでね、まずこの CB400 スーパーフォアなんですけど、強襲仕様ってやつですね。これですね、このライスクの主催のユーアンプランニングサポートの野田さんがですね、仕事の本業の方で、ちょっとお付き合いのある教習所でちょっとぼや騒ぎがあったようで、2輪のバイク倉庫が全焼したらしいんですね。で、30台の CB とかが燃えたんですけども、奇跡的に1台だけ半焼で済んだバイクがあって、それの部品を全部ばらして、で、使える部品、その30台のバイクの中で使える部品を寄せ集めて組み上げて、また不足しているものは新しいもの、例えばこれなんか新品だって言ってましたけどね、あとシートもかな、作った奇跡の CB です。ちょっと後で試乗させてもらおうと思います。はい、気がしない、こうだよね。で、行きます。うわー、捨てちゃうな。こういうこと、こっちか。はい、今野田さんからご指摘を受けまして、全然困りできてないと、リアブレーキをうまく使ってないっていうことなので、ちょっと言われたことを、これでリアでダメなんだよな、なんだろうな、わたわたわた、リアでしょ、で、くるんって、バイクが寝かせてない、大回りになってるね、バイク倒せてる、こういうことかな、どうなんだろうな、客観的に撮んないと分かんねえな、これやった？やった、アクセルターン。ちょっとやりました、ここで。そこがね、結構滑るんですよ。滑ってるところが滑る。いやー、怖いな。うわ、すごい滑ってるな、ここ。いやー、できない。できないなあ。この間ちょっとできたのにな。持っただけ全然ダメ。持った怖っ、絶対倒すなこれ。ちょっと待って、怖い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 、CB です。ちょっと外周だけ、うわ、いい音だ、いい音だね。ちょっとブーツが、そして今キツネさんが、そっち行ったな、いきなりそっち行ったな。いきな
りそっち行ったな。スムーズ、うわもうダメだ、あ、全然ダメだ、全然ダメだ。うわー、ついてるらしいんですけど、6500回転からだから VTEC は使えないですね全然こっから、あ、もう VTEC が効くかなっていうぐらいのところでもうこの、あ、ちょっと感じる、あ、なるほど、よいしょ、どこだ、ん、これじゃねえな、これか、なんか気持ちいいですね、やっぱり、あの4気筒はやっぱりスムーズで、で本当にあれですね、6500ぐらいから一瞬ビュンってこうビュンっていくともうダメですけど、わーっていくと思うんですけど、そこをまずね、この教習であのコースでもいかなかったです、いかないですか、伸びきらないんで。ああ。VTEC ってあれ、その回転数になったらバルブがなんかあれでしたっけ？あの開くんでしたっけ？バルブ、可変バルブで、うん、そのバルブタイミングがすごくこうパワーのある。ああ。昔はツーバルブって、はいはいはい、ことをやって失敗したわけです。あの6000まではツーバルブで。うん、そうですよね。それがあの REV とかなんかいう。はい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 、はい、うん、全然ダメで。うんうんうん。でその後は可変バルブって VVTI って、あー転んだー、はい、いつも一緒に行ってる有永さんの CRF ちょっと乗らせてもらいます。いや、初めてじゃないな、モーリーさんの1回 CRF 乗ったことあるんですけど、中をあやっぱりなんだろうな、重いっつうの、なんていうの、あ、全然セローと違うんだな、やっぱり全然違う、あ、あ、スタンディングはやりやすいかもしれない、あ、なるほど、あ、いや、エンジンの感じって違うんですね、やっぱりね、やめとこう
というわけでですね、ライスクも、はい、というわけで、ここで、音声が映像が途切れてしまいました、バッテリー切れでした、今日はですねこんなことで、奇跡のこの CB1 台の試乗を兼ねてのライスクだったんですけども、途中でねやっぱりバッテリー交換の時にバイク止めて、そのまま、バッテリーだけをねアクションカムに交換しようとバイクを降りようとした時に、サイドスタンドなんていうのかけ忘れじゃないですけど出したんですけども、ちゃんとかっちり、前に出てなくて、それでまあそれで降りる体勢になってしまったために、バイクと一緒に倒れてしまいました。でちょうどね倒れたところが車止めがコンクリートのね、車止めがあって、そこにちょっとね脇腹を打ったみたいで、ちょっと今痛い状態です。まあ大したことはないと思うんですけれども、そんな感じで、約半年以上ぶりでしたけども、久々に、ライスクに行ってきましたという動画でした。それではまた、さよなら。